から参ります。ご存知、池の宮ベテラン投手斉藤選手、常に熱投を心がけているその姿勢に多くのファンが魅せられています。少しでも長く野球を続けたいというプロ根性から、なんと昨年からお酒を絶っているとか。今日はシラフでさかりオーストラリアを狙わせていただきます。たどり着いたら岬の外れ、赤い瓶がつく、おつみひとつ、今でもあなたを待ってると、愛しいお前の呼ぶ声が俺の背中で風になる。山の釧路は雨になるだろう。泣いて別れる最果てみんなと、一度はこの手に抱きしめて泣かせてやりたい、思い切り消える面影尋ね春は雪がかかる。